はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。 Tales of Arise の続きをやっていきます。早速街に行っちゃいますか。はいはい、どこで反応、この近く、あ、いた。あるぞ。周りで働いてるのダナ人だよね。畑に家畜に、なんだかえらくのんびりしてないか。どうなってるんだ。とりあえず町にいたいのかな。おっと、クエストマークもあるな。どこだ。あー、あった。喋ろうと思って忘れた。まあいい、動けるのは確かじゃ。これも何かの縁。それと兄ちゃん助けてくれんか。よし、何すりゃいいんだ。わしをな、家まで連れてってほしいのさ。なんだ、だったらちょうどいいや。俺たちもこれからそこへ。違う違う、そうじゃない。わしの家は町とは逆なんじゃ。やれやれ、町じゃねえのかよ。まあいいや、ならしょうがねえな。たく、のこのご時世にいい心がけだの。なかなか見どころのある坊主だわい。いや、まあそれほどもねえけど。ああ、そうそう。わしは腰が痛くて歩けんからな。そこまではおまさんにおぶってもらおうかい。なんじゃ、これしけだらしないの。だからおかげでズーグルの餌にならずに済んだ。ありがとうよ坊主、うん、いいけどじいさん、見た目より全然重かったぜ。何食ったらそんなになるんだよ。ふむ、いい質問じゃ。わしはボクテル、ここで牧場をやっとるおかげで食い物だけは不自由しとらんのさ。牧場、牧場知らんのか。普段町で食っとるものがどこから来てると思っとる。まあダナ人の食い物にせよ、ネナ人の食い物にせよ、わしらみたいなのがこうやって作っとるわけだ。そうそう、世話になった礼をせんといかんかったな。別にいいって、そんなの。そう言うな。とはいえわしにも余裕があるでなし、くれてやれそうなものは。そうじゃ、あんたらわしの牧場を好きに使ってくれて構わん。それで育てた家畜をあんたらのもんだ。わしも手伝ってやろう。どうじゃ。どうだって、俺動物の世話なんかしたことねえけど。心配せんでも、お前さん動物に好かれる顔しとる。きっといい世話係になれるわい。マジかよ。牧場、家畜を育てる。家畜を育てて料理に必要な食材を入手できます。へえ。動物を育ててんだな。寄り道したからにはちゃんと活用すべきね。俺がやんのか。誰がやるかはともかくだ。秘訣は愛情深く育てることじゃ。そうすればきっと答えてくれる。動物は変化に敏感じゃ。怯えんよう、よく面倒見てやるがいい。家畜を育てる、入れよう。普通の餌、豚、普通の餌、鳥、家畜を守る、見張りを任せる。で、これ次どこに向かえばいいんだ。
出てこっちか。さてさて、ここが目的地かな。はてなはてな、ここだね。レナの装甲兵、レナ人の町なのか。こんな大勢のレナなんて初めて見たぜ。いや、コアが見えた。つまり皆ダナ奴隷だ。奴隷にしてはみんなちゃんとした格好してない？それに笑顔だ。気をつけろ、何かおかしい。失礼。皆さんはこのエリデ・メナンシアの外からやってきた方々とお見受けしますが、そんな怖い顔をしないでください。私はドラシン、民政局で働いているダナ人です。民政局？住民の生活全般を補佐するための部局です。外から来た方の一時受け入れも担当しています。滅多にないことですが。俺たちを捕まえて強制労働でもさせる気か？まさか。いや、よそから来て疑うのは無理もありません。ですがここは違うのです。以前はこの国も五稜の霊に漏れず厳しい統治下にありました。ですが7年前、ティオハイム様がスルドに就任されてから一切が変わったのです。ティオハイム、あの方が来られてからダナ人は初めて人間として扱われるようになりました。この国のダナ人たちは皆ティオハリム様を慕い、ティオハリム様のために望んで働いているのです。レナのスルドのために自分から望んでって、信じられない。どうぞご自分の目で確かめてください。どこへ行くのも自由ですから、何かあればいつでもどうぞ。どうしたんだ、難しい顔して。俺たちはここを解放しに来たはずだ。うん、なのにここのダナ人は喜んで働いている。ここに壊すべき壁はあるのか？同じことよ。どのみち私たちはスルドの元に行くのだから。それはそうだが、せっかく自分で確かめてみろって言われたんだ。少し見て回ってみようぜ。それで何かわかるかもしれないし。本当にみんな笑顔だね。こんなに活気のある街は初めてだ。これは先ほどの、何かお困りですか？ここは？ここはエリデ・メナンシアの主婦、ビスキントです。平和と活気に満ちた緑豊かな美しい街です。ひときわ美しいのはこの先のアウテリーナ宮殿、スルド・ティオハリム様の館です。あの方の方針のおかげで、ここでは私たちダナ人も虐げられることなく暮らせるのです。まあとりあえずいいかな。困っている人はいないか？何にでも首を
あの町の外からいらしたかだとお見受けしますが、ああ確かに外から来たが、ぶしつけで申し訳ありません、申し訳ありません。町の外にいるイノシシのようなズーグルの牙なのですが、そんな、まさかそんな、その牙は毒に反応して変色する性質があるんです。それを用いた食器が宮殿に愛用されているので、お納めしたく思っていたのですが、宮殿は毒をもらえる危険があるのか、レナは管理された階級社会よ、そんなことがあるとはそうそう思えないけど、はい、私も聞いたことはありませんが、珍奇なものとして昔から献上されているそうですよ。この絵の方に手伝っていただこうとしたのですが、あいにく今は手いっぱいそうで、もし巨頭っていうかなの牙をお持ちなら4つほど、4つ、あ、持ってたか。これでどうだ、うん、おちょっと読むのちょっと疲れちゃった。ズーグルの牙、いい武器になるだろうに。何でも武器に結びつけるのやめなさいよ。シオンだって食べ物の話だと人が変わるじゃないか。絶対待ちだな。いただき。お金落ちてだ。とりあえずこの人のあれ聞かなきゃいけないのかな。サボってんのかい。ここが宿やね。どこにいる？あ、いた。旅人さんね、ビスキントにようこそ、うん、本当に俺たちを見て何とも思わないんだな、ダナ人とネラ人が一緒にいるのに、うん、そう、まあ珍しいといえば珍しいかしら。でもここはビスキントだから、宮殿に行くにはここを進めばいいのか。ええ、そうよ。でもあなたたち強そうだし、宮殿より修練所の方が似合いそうね。修練所、よそ者に殺し合いでもさせるつもり？まさかそんなとんでもないわ。別に変な意味で言ったんじゃないの。確かに昔は奴隷同士、あるいはズーグルと戦わされた血生臭い場所だったけど、でも今のスルド・ティオハリム様が試着人された時、最初になさったことの一つがまさにその閉鎖よ。今のスルドはそれを改めて整備して鍛錬の場として再開したのが今の修練場なの。主にこの衛兵のためのものだけど、希望すれば誰でも利用できるわ。誰でも？ダナ人でもか？
もちろんよ、私にはとても無理だけど腕を磨きたいなら覗いてみるといいわ。修練場に向かうか。通りを行く誰もが穏やかな顔をしている。本当に奴隷扱いされてないみたいだ。まさか本当に平等な扱いを。一体何のために。なんだか気味悪いぜ。結構な話のはずなのに。スルド・ティオハリム、何を考えている。修練場へ向かうと出たけど、お、依頼がある。あんたたち街道を通ってきたよな。あいつには出会わなかったかい。あいつ空を飛び回るでっかいズーグルだ。たまに降りてきた人やズーグルを見境なく襲う。ズーグルもそうのか。とんでもないやつだな。そう、とんでもないんだよ。この町の兵士も手を焼いていてね。いざこざを見かけるとちょっかいを出してくるから、他のズーグルとも戦えやしね。あれ、そういえばそんなやつ倒したよな。確かに敵味方お構いなしのズーグルだった。なんとすでに倒したと。さすが炎の剣ご一行だ。それじゃあ賞金はあんたのもんだ。受け取ってくれ。へへ、もっと賞金の高いズーグルでもいりゃいいのにな。あんたが悪いことでもすれば、そりゃすごい賞金組になるだろう。よし。その時は俺が責任持って言うと、賞金は迷惑をかけた人に渡してくれ。おい、物騒な話を進めんじゃねえよ。ともかくこれで街道も少し安全になる。ありがとうよ。あいつか、グランドドラゴンか。苦労して倒してよかったぜ。困っている人がいるみたい。倒れてる。話を聞いてみよう。どうした。あの美食屋のジジイか。なんと、ビーフシチューのレシピか。牛肉持ってたっけな。牛肉、じゃがいも、それにキノコとトマト。わかった。おい、牛肉がなかったかな。わざわざじいさんの贅沢に付き合わなくていいんじゃねえかな。宮殿のマル秘レシピ、見逃すわけにはいかない。やはり出てくるか。しよう。お兄ちゃんたちここに引っ越してきたの。お父さんに聞いたんだけど、昔はいっぱい重いものを運んだり痛いことされたりしたんだって。ちょっと信じられないよね。どこの話だろうって感じ。豚肉かよ。牛肉だったらよかったのに。あと星マークこっちにもあるな。入り口か。おっちゃんの鎧かっこいい。俺にも着させてよ。母、我々総攻兵の価値は確かにダナの君にも扱うことはできる。だが、だとしても、まずはもっと体を大きくしないとな。じゃあ俺頑張って大きくなる。約束だよ。
ここは本当平和にあれしてんだな。とりあえず星マークこっちにもう一個あるから、あ、この人か。私が着ている服が気になる？これ私が自分で買ったのよ。信じられる？昔と違ってここでは私たちダナも働いた分だけちゃんと報酬をもらえるの。それもこれもみんなティオハリム様のおかげだわ。信じられねえけど、ダナとレナが仲良くしてるな。レナに命令されて演技してるのかもよ。だとしても何のために？私たちを騙すためだとしたら大掛かりすぎるわ。もう少し街を調べてみよう。まだ見ていない場所がありそうだ。ここが修練場か。修練場か。やっぱりちょっとここだけ雰囲気が違うな。修練といっても戦う場所には違いないもの。誰でも腕試しさせてくれるんだろ。いいじゃねえか。細かいこと抜きで行こうぜ。まあここはまあ後々来よう。まだ行ってないところに行ってみようみたいな言ってたけど、まあ行ってないっつったらこのここぐらいかな。ああ、扉は固く閉ざされている。ってことはどこに行けばいいんでしょう。こっちか。今日はお父さん採石場で働いてるの。僕のお父さんもだよ。僕も大人になったら手伝うんだ。ダナ人は採石場で働いているみたいだな。行ってみようよ。この国のスルド・デュオハリムについて誰か知っていることはないか。そういやシスロデンにいた頃傍術使いだって聞いた覚えがあるな。傍術？あ、よく知らねえけど長い棒切れ振り回して突いたり叩いたりする武術らしいぜ。あとは草だか木をどうとか、何だったかな。草？メナンシアは地の精霊力を集めているはずなら植物に関わる能力ということかしら。人物についてはわからないか。もう少し情報が欲しいところだな。ってことはここに行けばいいのかな。気を引き締めていくわよ。すみません、体調が悪いので本日の作業を休ませてもらえないでしょうか。そうか、では無理をせず休め。他の者には私から伝えておこう。ありがとうございます。なんだ、えらいみんな、みんなっていうかみんな楽しそうに働いてる。そうそうそう、それ見張ってる。そこのお前、オルブス・カラグリアのアルフェンとその仲間だな。
エリデメナンシア近衛兵団のキサラだ。キサラだけ？ということはダナ人か。そうだ。何か問題でも？近衛って、メナンシアのスルドはダナ人に自分を守らせているの。この国ではダナの近衛兵は別に珍しくない。皆自ら志願してついている。これは本物っぽいぜ、アルフェン。どうして？たった7年だよ、悔しくないの？人が人らしく生きる機会を与えられて感謝するなというのか。はっきり言うが、私はティオハリム様をお守りするこの仕事に誇りを持っている。それを侮辱されるいわれはない。まあいい。お前たちにティオハリム様がお会いになりたいそうだ。私はそれを伝えに来た。ここのスルドが俺たちに？そうだ、アウテリーナ宮殿でお待ちだ。念のため言うが、強制ではない。返答は？わかった、受けよう。では私は先に行って伝えよう。あまり待たせないよう願う。一つ聞きたい、この先は何があるんだ？一般のダナ人が働く採石場だ。それだけ？一番奥にはダナ人用の重病医療施設がある。衛生上の理由で我々コノイも立ち入ることはできない。向こうから呼びつけるとはどういうつもりだろうな。罠かもしれないよ。私たちが来たことが知られている以上、今さら忍び込むこともできない。行くべきよ。ねえ、本当に行くの？罠だったら。そんなこと言ったって、今さら行かないわけにいかないだろ。ローの言う通りだ。心配はわかるが、覚悟を決めよう。あのキサラって女、スルドに仕えることに誇りを持ってるって言ってたな。それってレナに支配されてるってことじゃない？奴隷とどう違うの？レナはもともと実力主義の社会よ。上位にある者が支配するのはレナにとって当たり前のことだわ。どういう形であれ、レナがダナを支配している状況はここでも変わらないんだな。仕える相手が尊敬できる相手だと心構えも変わるもんかね。そんなの絶対騙されてるんだよ、決まってる。確かに彼女の忠誠は強制されたものには見えなかった。だがカラグリアでもダナは奴隷として支配を受け入れていた。本心からの忠誠だとして、それが自発的なのか強いられた結果なのか、どうすればわかるんだ？まあ、とにかくスルドに会ってみようぜ。それでわかることもあるだろう。そうだな、宮殿に行こう。はい、というわけで今回はここまでにしようかなと思います。まさかこんな平和な街に来ると思ってなかったからちょっとびっくりします。で、多分あのキサラっていう人はなんとなくっていうか体験版で見たんだけど仲間にはなるっぽいんで、頑張って進めてちゃちゃっと仲間にしたいと思います。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画まで。そろそろ行こうぜ。待ってよ、締めの言葉はしてくれよ、頼むから。次回の動画までまたねー。